こちらの番組はご覧のスポンサーでお送りいたします。はい、こだわりキャンプ道具紹介のコーナーでございます。ミューゼンのワイヤレススピーカー、こちら紹介させていただくお仕事をいただきましたので、こちらシェアしたいと思います。ボタンとワイルドミニ、上のものがボタンというもので、下のものがワイルドミニというものになっております。いいなと思ったところは、コンパクトであるところとか、デザインが上がるものですとか、パッケージがプレゼント向きだなと感じています。サイズも小ぶりで、皆様の家にもハンターハンターの33巻あると思うんですけれども、上がボタン、下がワイルドミニで、こんなサイズ感になっています。小ぶりでこれがいいですね。コンパクトなのはとっても良いことだと思います。こちらの動画では開封しながら、いろいろと良いと思ったポイントですとか、ここがこうだったらなっていうポイント、忖度なくレビューさせていただければと思います。アウトドアでスピーカーを使う時の注意点、ボリュームですとか選曲ですとか、周囲に配慮して使っていくようにしましょう。時には自然の音がベストだったりしますので、空気読んでいくというか、はい、鳥の声とかいいと思います。では見ていきましょう。アウトドアと音楽の相性最高。こんにちは、元アウトドアショップ店員の高倉です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。健康第一で楽しく暮らせておられますでしょうか。私は引き続き元気に楽しく生かしていただいております。健康で文化的な生活というフレーズありますが、このためにはやはりマウンテン&ミュージックっていうのはとっても大切だなと思う最近でございます。FKJ おすすめ。今回はですね、スピーカー、アウトドアスピーカーの紹介になります。アウトドアに詳しくて音楽も好きな方ということで、私高倉に白羽の矢が立ちまして、今回はこちらのギアを紹介させていただくお仕事をいただきました。こちらです。どどん。はい、開封しちゃってるんですけれども、こんなものになります。ミューゼン。アウトドアで音楽を聴いたりですとか、ラジオを聴いたりですとか、そういった時に役立つようなもの。ポータブルで Bluetooth でつなげることができますので、結構スタイリッシュな空間作りには役立ってくるかなと思っております。今後自分のチャンネルの方ではですね、こだわりキャンプですとか、移動式のコーヒーのお店をやっていく形になるんですけれども、こういったコールマンのテーブルですとか使って、こだわりのね、いい空間作っていきたいなと考えております。早速こちらの開封させていただいて、いろいろと紹介したいと思います。動画の最後にプレゼントのお知らせがございますので、最後までどうぞご覧ください。今回紹介させていただく2種類のポータブルスピーカーですね。ミューゼンというブランドのものになりますね。こんな可愛らしい紙袋に入っている。じゃじゃん、可愛くないですか。この時点でプレゼントに向くなみたいなことを思ったんですけれども、1万円以上は出せないけれども、何か可愛らしいプレゼント、アウトドアの道具でプレゼントとか考えてる方なんかは、こういうものっていいかもしれないなと思いました。開けてみましょう。こんなパッケージに入っています。はい、いきますよ。じゃじゃん。はい、可愛くないですか。普通に可愛いんですよ、ね、こんなデザインになっております。こういうスピーカー、これぐらいの感じですね。皆さんの家にもあると思うんですけれども、ハンターハンターと比べるとこんな感じの。自分のところに届いたのもこの赤と緑のデザインになっているものになります。結構ずっしりとしている感じでして、重量を測っておきましょうか。重量は、重量はぴったり 130g ですね。まあ、これぐらいの小ぶりなもので音がいい感じで出るんですけれども、面白いのがこれ、電源をオンにするとですね、っていう感じでモールス信号みたいな音が流れて、こんな感じでここからこう音が出ていく。で、ここボリュームですとか選曲ですとか変えることができるようになっています。これがまずミニの方ですね。いろんなカラーがありまして、それぞれ配色がとってもいいなというふうに思ってます。なんでこだわりキャンプの道具としてはとってもいいかなと思います。この中に何が入っているかというと、これは説明書とシールと、ここには充電コードが入ってますね。こういう感じで、でストラップも入っている。まずこちらがミニの方でした。
ワイルドっていう方、こっちがありまして、自分はどちらかというとこっちの方が好きなんですけれども、紙袋が上に入っていて、緩衝材とこんな感じです。じゃじゃーん、はい、こういったしっかりしたハードケースに入っています。 Born to be wild ということでね、ケース、このケースの良さですね。卵めっちゃ持っていけるっていうこのケースにもこだわりがあっていいなと思いました。じゃあ実際に開けていきましょう。はい、じゃあ開けていきます。ここ1つ目2つ目開けるとこういう感じ。じゃじゃん、かっこいいですよね。これがワイルドの方です。重厚感、重厚感すごい。素材が鉄でできているっていうところで重厚感やっぱりすごいです。これじゃあちょっと電源一旦オンにしてみましょうか。よっ、オンにするとモールス信号に似た音が流れて電源がオンになったってことをお知らせしてくれます。これも早速重量測定いってみたいと思います。重量は 250g でした。素材の特性上しっかりした重厚感があります。自分はこの重量であればハイキングに持っていくことはあんまりないかもしれないんですけれども、どちらかというとこれからのこだわりキャンプ、例えばこのテーブルにこいつがこう一つあってみんなでこうワイワイやるみたいな、そんな時代がまた来るといいですけどね、はい、すごく楽しいと思います。ただキャンプ場で音楽をかける時っていうのはそのボリュームが周囲の人に対して迷惑でないようにですとか、また選曲ですね、選曲も重要かなと思います。ボリュームですとか注意して使っていきましょう。皆さんの家にもあると思うんですけれども、ハンターハンターの33巻と比べるとサイズ感はこれぐらいの感じですね。ボタンはこれぐらいの感じ。それでは実際に音を聞いてみましょうか。まずはじゃあボタンの方から。自分のチャンネルでも使っている著作権フリーの音楽、あ、ナイトアローンっていうのをちょっとかけてみましょうか。はい、これが A Night Alone という曲なんですけど、ここに操作するこれ、これでちっちゃくなったり大きくなったりします。音いいんですよ、うん、結構いい。おそらくですがこの金属製でできているので音がこうシャキシャキしているような感じがしますね、うん、クリアに聞こえております。で、例えば次の曲に行きたいときはここのこれをいきなり無印良品みたいになっちゃったんですけどとかここでこう曲を調整できるっていう。で、止めたいときはここをねポチッと押していくっていう感じになります。デザインも良いので可愛らしくていいんじゃないでしょうか。他にもカラーバリエーションがいろいろとあります。ミューゼンのホームページですとかインスタグラムですとかアクセスしていただくといろんなプロダクトの情報を得られると思いますね。こだわりを持って作られたプロダクトであるということが伝わってきます。こっちのワイルドの方行ってみましょうか。行きますよ。じゃあワイルド電源オン。はい、ここがボリューム。本体をオンにすると結構音でかくなります。音質が良い音質が良い。で、今回この動画を作るにあたって自分でいろいろ聞いたりですとか他の動画も見てみたんですよ。で、イヤホンですとかスピーカーの専門でやってらっしゃる方々も音質いいねということでおっしゃっていて、僕もそれ感じますね。
でデザインが武骨で良い。こういうのお好きな方ぜひいかがですか。ワイルドの方はここをひねると次の曲に行けます。これはエアポートラウンジ、ディスコウルトララウンジ。次はうるさいなと思ったら今日こういう感じでこう下げるみたいな、いいですよ、うん、僕は結構好きですねこれ。でここに蓋みたいなのがついてるんですけど、ここを開けると充電のポートがあって、ここから充電していくっていう形になります。はい、という形で今回はミューゼンのスピーカーですね、2種ボタンとワイルドっていう方を紹介いたしました。いいですね。何がいいかって、ちょっと音でかいかな。何が良いかというと、デザインがいいですよね。この武骨な雰囲気で、例えばこれから自分は車中泊の山旅なんかしていくんですけど、こう使っていきたいなと思います。こだわりキャンプにも非常に映える道具なんじゃないかなと思います。1点だけ気になる、2点かな、2点気になるのは、ちょっと重量あるかなっていうところで、ハイキング、まあウルトラライトな軽量ハイキングとかには向かないかなっていうところは一つ感じました。もう一個はデザインとっても良くて、こう操作とかいいんですけれども、ギミックに寄りすぎてるかなっていうところで、もう少しシンプルな操作性があっても自分は好きですね。まあ、これは人によって使いこなしてる感、マニュアルの車とか好きな人はすごいいいんじゃないでしょうか。ちょっと自分はマニュアルの免許持ってるんですけど、もうオートマン派になっちゃって、うん、やっぱりちょっとなるべく操作は簡単な方が好き派ではありますね。という形で今回はこちらのミューゼンのスピーカーを2種紹介させていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。で概要欄の方にですね、プレゼントの詳細についてお知らせしておりますので、どうぞそちらもご覧ください。当選した方にはですね、こちらのスピーカーをプレゼントとして発送いたしますので、確かに発送したっていう証拠が必要になると思いますんで、届いた方は確かに届きましたっていうふうに、後ほどコメントですとか連絡をいただける方、ぜひよろしくお願いいたします。どしどしご応募ください。たまにこういった形で高倉屋のプレゼント企画やっていきたいと思っております。また自分が今まで使ってきたけど、道具の新調とかで使わなくなった道具、そういったものも高倉屋ギアループマーケットという形で徐々に使っていただける方にこう渡していくっていうのもやっていきたいと思っております。こういったアウトドアの道具ですね、キャンプの道具、登山の道具、いろいろと紹介しております。ご興味持っていただける方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、健康第一で楽しく暮らしてまいりましょう。Bye.